新キャラクター格付け。どうも皆さん、一流デュエルリンクス評論家のリュウです。本日なんですけれども、早やれって言われていた、新キャラクター格付けをね、取り行っていこうと思っておりまして、この比較何かっていうと、新しいキャラクターが一体どのくらい強いのかっていうのを私があの独断と偏見により喋るっていう、企画となっております。で、まずはですね、つくもユーマ&アストラルっていうね、このキャラクター評価していきましょう。ですね、あのアストラルとユーマが合体してる、まあ、20代くんでいうところの、そのなんか10代ユーベルみたいなね、あのキャラクターでございまして、まあ、2人で1人と、2人はプリキュア、違うわ、2人は1つと、いうことで、このキャラクターなんですが、まあ、主人公キャラクターっていうのもあって、非常にね、能力高いです。まずですね、ハート。折れないハート。星5。あのね、彼はね、本当に主人公気質なんですよ。全く諦めることを知りません。決して何事も諦めない。絶対に人を見捨てない。まさに主人公気質。まあ、主人公気質も星5ですね。主人公気質で言ったら多分、遊戯王界トップなんじゃないですかね。多分。その世界一主人公気質が高いと思います。おそらく。そして、カウンセリング能力。星5。あのね、これ敵キャラクターさえも、すぐってしまうほどに、彼はですね、本当にガンジーかってぐらい、あの、ものすごい、優しいんですよ。人間性がね、高い。まあ、リュウさんとは真逆に言いますんでね、リュウさんは本当、ゲスターと、同レベルの人間と、言われてますんで、まあ、本当ね、ユーマくんには憧れを持っています。ファンの間からは、あまりにも、その、なんだろうな、敵キャラクターを、その、改心させてしまうことから、通称先生と、言われていまして、将来はおそらく精神科医になっていることでしょう。そして髪型の癖、これ、エビなんですけども、髪型の癖星5。どうやったらセット、どうやってセットしたらこうなるんだっていうね。あのね、遊戯王の何主人公たちって大体なんかその髪型があまりにも特徴的すぎるっていうのが、海産物めっちゃ得意っていうのがあって、まず遊戯さん人で、で、GX の、10代さんクラゲで、5Ds の、ユーセイさんはカニで、ゼアルの、この、ユーマくんはエビ。で、そして、アーク5のユーヤはなぜかトマトっていうね。一人だけ野菜が混じっているっていう。まあ、そういう風に言われています。で、そして、5位6。5位6星1ですね。5位6なさすぎ。リュウさんと同レベルと言っていいでしょう。おそらくね。日本語が下手くそ。私はね、それに加えて、滑舌もあの、星1っていうね、絶望的な実況、なんで実況してんだみたいな。そういった、人間となっております。これ何の話だ。そして、ちょっとこっからが本題に入りたいと思うんですが、茶番終了しまして。スキルについて、スキルね、スキル星4。めちゃくちゃ強いスキル。スキルめちゃくちゃ強い。まあ、もちろん汎用スキル先にやると、レベルコピーとか、それからドローセンス闇とかね、これアレイサー引いてくる。まあ、アレイサーちょっと規制かかってるけど今。とか、エルビー増強アルファとか、まあ、汎用スキルいくつかあるんですけども、固有スキルめちゃくちゃ強いんですよ。ちょっと、まあ、上からやっていくんですけども、ナンバーズルール、これはまあ、原作再現ですね。次の相手ターンの終了時まで、自分のフィールド上のナンバーズモンスター一体は、ナンバーズモンスター以外との戦闘でも破壊されないと。これはまあ原作ごっこをしたい方にはいいんじゃないでしょうか。まあ、多分ガチ環境ではそんなに使われないか、みたいな感じのことを思っています。で、ナンバーズリカバー、これね、これマジでぶっ壊れる可能性があって、自分のフィールド上のナンバーズモンスター一体を選び、自分のライフポイントをそのナンバーズの数値かける、20増やすと。で、このスキルはデュエル中に、一度しか使用できない。これね、ナンバーズって今39とかしかいないじゃないですか。これ、後々ナンバーズ1000とか出てくるんですよ。ナンバーズ1000って、ナンバーズ1000にこのナンバーズリカバー使ったら、ライフポイント2万回復するんですよ。2万ですよ。ライフポイント2万回復ってどういうゲーム？全然削りきれないんだかみたいな感じになるんで、これワンチャンぶっ壊れる可能性がありますよと。それからですね、デュエル飯。これね、結構面白くて、自分のライフポイントが相手のライフポイントよりも少ない状況で開始した自分のターンに、ライフポイント1000増やす。これ例えば、その呪眼とか、それからアロマとか、結構ライフポイントをこう削りながら回復しながらみたいな戦うデッキにはすごい相性が良くて、で、しかも2回使えるんで、まあ、最大2000、回復できる可能性があると。なので、これもかなり、いろんなデッキと相性がいいかなと思っています。で、勝利の方程式は全て揃ったも結構、割と強くて、自分のフィード上に同じレベルのモンスターが2体存在すると、この段上自分のエクシスモンスターの攻撃力が500アップすると。まあ、だから、全部アップするんで、全部のエクシスモンスターがアップすることになると思うんで、なので、これね、なんだろうな、
3体とかそのガーってエクシーズ並べるようなデッキがもしあったとするじゃないですか。そしたらもう一気にそいつらの盾がボーンって上がったり、するんでね、これはかなり強いと思います。で、オノマト編、オノマトランス、これね、オノマトランスって読むんだって。これスキル の, あの読み方、これオノマト変化のだと思ったらなんかオノマトランスらしいですよ。あのトランスと、かけてるみたいな感じらしいです。で、手札のズババガガガゴゴゴドロドカードを2枚デッキに戻すと、カードなんで魔法トラップでもいいんだけど、戻すとデッキからズババガガガゴゴゴドロドモンスターに対応できなくなると。だからこれオノマトペアだっけ、なんか手札捨てであのオノマト持ってこれるみたいなカードあるじゃないですか。 あれのスキル版みたいな感じですね。で、このスキルほんまにやばいですね。めちゃくちゃ安定感が出るんですよ。その今はまだエクシーズの着地点が弱いのでそんなにぶっ壊れてはないですけども、それ今後これぶっ壊れる可能性があって、ズババガガガゴゴドロド持ってこられちゃうと、簡単にランク4ポンポンって2体くらい立てられるんで、これね、多分おいおい修正されんじゃねえかなと予想してます。そんぐらい強い。で、オーバーレイゲインは、エクシーズモンスター版の粉砕みたいなね、感じの効果といった感じですね。もうスキルがとにかく優秀、相当強いです。相当強い。なんで、とりあえずこの3人いるんですけども、ユーマくんをとりあえず先に、育成することをお勧めするし、スキルを掘ることをお勧めします。はい。で、次ね、カード報酬ですね。カード報酬はね、まあ、星2くらいですね。ちょっと絶望的に弱いカードが多いですね、非常にね。ズババナイト、マジで使わない、多分。マジで使わない。で、ガガガキットはワンチャン結構強い。ガガガがいると特殊召喚できるんですけども、このシスターと一緒にレベル4になったり、なんか、できるんで、割とレベル2なんで、ちょっと単体では使いにくいですけれども、結構まあ、割と悪くはない、特殊召喚の方法なんで。で、ガガガガール。これは原作好きな人には、まあ嬉しいですね。しかもこのエクシス召喚に成功すると、相手フィード上の特殊召喚されたモンスターの、攻撃力をゼロにするっていうこともあるんで、これはなかなか結構、いい効果ですね。ただし、これレベル3なんで、ちょっ と、使い方が難しいと。いうことで、まあやっぱ、まあ、今んところそんなに強いカードではないですよね。で、この、URSR チケット。これがね、結構優秀で、レベル報酬は。今まで、こんなチケットなかったんだけども、これ、実装されたことによって、初心者の方とかが、ゼアルワールドから始めて、こう、好きなカードをね、こう、交換できるっていう、こんだけあるんですよ。なんで、まあ、これは結構嬉しいかなっていう。で、ズババナイト、キット、ガール、テンポはマジでいらない。この汎用ランク3モンスター絶対使わないから、今後。で、ズババナイト、ガーキット、とガーガールと。なんで、まあ、そんな保守強いわけではないので、ぶっちゃけね。まあ、普通よりは、まあ、弱いかなって感じなんで、まあ、星2くらいかなと。なんで、一応、その、精神科医とか、そういう、なんか、その、まあ、茶番の評価を一回抜いて考えると、全体評価では、まあ、3.5 くらいはありますね。3.5 くらいはある。非常に、優秀なキャラクターになってますんで、皆さんもよかったらね、優先的に、ユーマアストラルは、育てていただきたいというふうに思ってます。以上、つくもリューマからのお知らせでした。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。